うまい。はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はホテルの一室からお送りしております。特別編のね、カズマックスのコーヒーワールドですけれども、今日はですね、東京の品川に来ております。SCAJ っていうね、日本で一番大きいコーヒーの祭典があるので、それにまあ参加するのと、そこでコーヒーを入れるのとということで、今9月11日なんですけれども、12、13と東京に滞在する予定です。明日はね、SCH 行く予定ではあるけど、他の予定も入ったりとかして、本格的に僕がコーヒー入れるのは13日ということで、はい、今日ねとりあえず東京に着いたというところなんですけれども、今日ねこれから、晩ご飯も済んでるんでコーヒーを入れていきたいかなと思います。今ねちょっと音鳴ってるかな、部屋に備え付けのポットでお湯を沸かしていて、でこれからコーヒーを入れたいと思います。で、僕がね今日旅先に持ってきたコーヒー器具を紹介しようかなと思います。SCA に参加するということでね、気合い入れてなんか用意してきたところはあるんですけれども、とりあえず僕が旅先に持っていくのにチョイスしたコーヒー器具たちをとりあえずね見せていきたいと思います。まずはじゃあ、豆から見せましょうか。はい、こちら豆、保冷バッグに入れてまいりました。これね一応 SCAJ で入れる用の豆でもあるんですけれども、僕のね飲む豆も兼用ということで、さあはい、こちら豆と、もう一つね用意してるんですけれども、僕の保冷バッグがなくて、これも頑張ったんだよこれ、無理やりね保冷状態作るやつ。これを保冷剤でぐるぐる巻きにして、ラップでくるんで、新聞紙でくるんで、さらにラップでくるんで、いろいろやって頑張って持ってきたんですけども、さっきねちょうど、ライトアップじゃなかったブルーボトルコーヒーさんですね、品川駅になんかちょっと併設されていて、こちら保冷バッグを買ってまいりました。うわちょうどいいと思ってね、閉店間際に書き込んだんですけれども、ホットコーヒーとかもうなくて、時間的にね物販だけ、物販と水出しコーヒーくらいあったかな、あったんで、はい、買ってきました。かわいい。はい、こちら。持ってきたもんじゃないけど、あんま関係ないけど、とりあえず、これにね、明日の豆は、こっちはね、移しておこうかなと思います。で、やっぱりね、旅先にもこういった保冷バッグで、やっぱ僕は豆を持ち込みたいと思ってますね。冷凍とまではいかなくても、やっぱりね、豆の鮮度ってすごく大事だし、暖かければ暖かいほどね、ちょっと劣化って早くなってしまうから。はい、そしたらば、こちら、豆ですね。一応僕、SCAJ で、ちょっとブレンドにしようかなと思ってるんですよ、現時点ではね。豆をね、何種類か持ってきてるんで、これを混ぜて、師匠とね、相談した、美味しいね、ブレンドがあるので、こいつを入れようかと思うんですけど、とりあえず、単体でいいかな。うん、今日はつうか、自分でね、飲む分には。で、次に、こちら。手引きミルですね。ハリオのセラミックスリム持ってきました。本当はね、最近紹介したカリタの、タル型とかどんぐりみたいな、ミルもいいかなと思ったんだけど、ちょっとね、初めての旅なんで、僕、あんまり、本当旅とかでかいのしたことなくて、スーツケースもこれ用に買ったんですよ。そのくらいね、旅が初めてなんで、とりあえず様子見、一番丈夫なやつとか、大丈夫そうな、一回帰省にね、持ってったこともあるこのミルにしてみようかなと思いました。はい。次はね、ああいうのね、持ってってもいいかなと思います。やっぱね、こういう、頑丈で、扱いやすくて、他に粉が漏れにくいというかね、この手引きミルがすごいいいと思います。さすがに電動ミル持ってこれないからね。で、その次が、これね、別にいらないかなとは思ったんだけど、はい、こちら。ヤスキヨ式のコーヒーサーバーアンブレイカブルですね。これ前に動画で紹介したやつなんだけども、サーバーじゃなくてもね、別に普通にカップに、これホテルに備え付けのカップがあるのしてたから、これでいいかなとも思ったんだけど、直接ね、ドリップすればいけるからさ、と思ったんだけど、やっぱ、こいつがいいからだよね。これ割れないからさ、アンブレイカブル。投げても叩いてもね、もう金槌でぶん殴っても割らないやつなんで、動画で検証しましたけれども、ほんと安心感は半端じゃないので、なんかね気がついたら放り込んでました。って感じで、そんなにねサーバー自体は必要ではないけど、これが良かったから持ってきちゃったって感じのサーバーでございます。そして赤いや
やっぱね、測り系はやっぱ欲しいんだよね。メジャースプーンとかで豆を測るとかがちょっとあんま好きじゃないんですよね。ちゃんときっちりね、豆測りたいんですよ。ということで、まあキッチンスケールでもよかったんだけど、はい、僕は赤いよ持ってきました。そしてまあ測りということで同じく、はい、こちらですね。いつもの温度計も持っております。そして、はい、こちら、ドリッパーは、ユニフレームの、はい、こちら、針金ドリッパーを持ってまいりました。コーヒーバネットキュートってやつですね。はい、こいつです。やっぱりね、やっぱりこれですね。うん、前にあの、規制動画にもね、やっぱ登場しましたけれども、これが、まあ安定だよね。壊れにくいし、うん、本当にこれも放り込める感じで、やっぱこれだろうってことで持ってきました。で、ドリップポットはですね、やっぱりその SCAJ で自分の使い慣れたポットを使いたいかなということで、一応これ持ってきました。明日になってじゃなかった、13日になって急遽変更するかもしれないけどね、その場にいいポットがあれば、カリタさんのね、ポットいっぱいあるはずなんで、まあそれに切り替えるのもありかなと思ってるんですけど、一応、カリタさんのね、ウェブブリューバーっていう僕が参加する予定の、まあコーヒー入れるところ、ブース。では、ウェーブドリッパーを使うんで、もうウェーブドリッパーだったら、おそらく、まあ、細く持続して注げた方が、まあ、きっと、まあ、多分相性的にはいいと思うんだよね。これもすごくいいんだけど、でも、俺はこれが、手慣れてるから、普段ね、これで入れてるから、まあ、とりあえず持ってきました。で、まあ、これで、ね、一応ホテルでも入れるつもりだったから、うん。と、やっぱね、ホテルで入れるって考えたらね、まあ人にもよるかもしれないんだけど、やっぱ旅行先で、これホテルの一室で、自分のね、空間じゃないところで、それでもコーヒーを入れたいってなった時に、ドリッパーとかさ、サーバーやら、まあカップやらさ、何かしらを妥協する点が生まれるわけじゃないですか、どうしても。旅先っていうことで。だけど、その中でも、一個譲らないところ。俺のコーヒーはこれが核だからっていうような、なんかこう、一個ワンポイント持っておくと、やっぱ、相棒がいるとさ、旅先も楽しいと思うんだよね。と思って、持ってきちゃいました。そこが一番の理由かな。うん。多分、まあ SCAJ がほんとなくても、僕は、うん、これを持ってきてましたね。というわけで、じゃあ、入れていきましょうかね。26g にしようかな。はい、じゃあもうすかさずね、豆は冷蔵庫に入れます。なんかさ、やっぱ旅先でこうやってこうコーヒー入れるのってワクワクするね。なんかこう趣味性の高いものをね、こっそり持ち込んでるから。あ、ただ、利便性で言ったら、僕最初ねこれにしようかなとも思ったんですよ。こいつカフェオールっていう、まあ、ハリオのカップとドリッパーがセットになっているこのね、まあ、セットなんですけれども、こいつステンレスフィルターなんですよ。だから、まあ、ペーパーフィルターもいらないし、一杯分だし、でしかもこんなねカップもついてるから、あ、これいいんじゃないと思って最初ね、あ、選ぼうと思ったんだけれども、よくよく考えたらホテルのこの一室ってさ、ちょっと粉の処理に困るかなと思ったんだよね。ペーパーでさっと捨てられる方がまだゴミ箱に捨てられるしさ、これ洗わなきゃいけないじゃないですか。うちとかだったらさ、流しとかでもある程度こう洗えたりとか、まあ、ある程度ゴミ箱に捨ててからねできるけど、ちょっとの粉とかもしさ、なんかこうホテルの洗面台とかに流したらちょっと嫌じゃん、ちょっとまずいと思ったんで、ちょっとやめました。一応ね、この話をするためにだけ持ってきたんですけれども、うん、こいつね、うん、カップがね、あっていいと思ったんだけどね、ちょっとよくよく考えたら、そう、その点がやっぱり自分でさ、旅行に来るとよく考えるから、うん、実際どうなのかなって、まあ、そんなこんなで、はい、こちらのバレットになりましたと。よし、OK、引けましたね。さあ、それではこんな感じでやっていきましょう。まず紙をセットして、まあ、ドリップスタンドがないんでね、まあ、せっかくサーバーはありますけれども、抽出量を測ることはできません。赤いやもあるけどね、さすがにさ、ドリップスタンドまで持ってくるとかさばるから、そこまでのね根性はないわ。で、はい、じゃあこれを入れて
て、よし。やっぱたまにはこういうのもいいね。なんかこう旅先でさ、こういかにこうあんまり道具がない中で、揃えられない中で自分のコーヒーを美味しく入れるか。え、ちょっと待って、あ、え超アクシデントなんだけど、このタイミングで赤い矢がローバッテリーだって。バッテリーが少ないマジか、まあ、半年以上使ってきたからな。うっそ、このタイミングで。え、ちょ、マジでえ、うそ、消えちゃったよ。はい、赤い矢死にましたまあ、こういうのもね、まあ、旅の、まあ、楽しみ方の一つといえば、言ってしまえばもう何でもいいやいいんで、ちょっとくらいね、アクシデントがあった方が思い出に残るよ。まあこれ2泊あるからね、明日はそうだな、じゃあまあサーバーとこのドリッパーだけでどうやって入れるか。ていうかまあこれ、あの300のねメモリがあるから、まあこれでもいいかな。そう、僕がね測りたいのはね、豆の量なんですよ。どっちかっていうと抽出量よりも豆の量をシビアに細かく測りたい。お、回収。さあさあ、じゃあね、旅先で入れたコーヒー、人生初ですね、カズマックスの一人旅で入れたコーヒーでございます。旅先でもさ、美味しいコーヒー飲みたいじゃん。はあ、あー、いつもの香り。あー、いい香り。あー、たまらん。で、今日はおやつも用意しております。さっきね、ブルーボトルに行ったって言いましたけど、レジのね、横に、はい、こんな、まあ、ちっちゃいね、かわいいチョコがあったんで、これとね、一緒にコーヒー楽しみたいと思います。うん、あー、うめえうめえ。最近ね、ちょっと低温ドリップが好きだから、それで入れてる、いつものいつも家でやってる、最近自分がハマってるコーヒーの味。うん、あー、あ、なんかこう一気になんか家にいるみたいほっとしますね。うまっ。そして、はい、こちら旅先で手に入れたちょっとした小菓子、ちょっと高かったんだけどね、まあ、たまにはいいでしょう。いただきます。うん、うん、あ、おいしい。甘すぎなくてうまいぞ。 71% カカオ、ダークチョコレートですね。うん、あー、これ深入りに合うな、うまっあ、これは最高。うん、あー、幸せ。旅先でこんなコーヒーが飲めるとはまあやっぱりでも一番大事なのは、まあ豆とやっぱ引き立てっていうね、この見るっていう要素と、あとはなんだろうな、まあ量りの有無とかね、ドリッパーのチョイスとか人によるとして、うん、うん、やっぱまあ自分なりの落としどころを見つけるってとこですね。自分でこう満足できるドリップセットって一体何だろう、旅先にこう持っていく、まあ、容量を気にしたり、まあ、いろんなね、あの要素あると思うんですけども、コーヒーだけじゃなくて、どうしたら一番コンパクトに持っていけるかなとかさ、そこのこう駆け引きというか妥協点とかでね、いろいろ考える必要あると思うんですけれども、うん、あ、やっぱ今日は成功でしたね美味しい。しかしまさかこのタイミングで赤い矢が切れるとはね一応短時間だったら動くはずだから、明日の豆ぐらいは測れるはず。うん、まあ、カリタのブースにはあのそこのね、あの測りがあるらしいので、それ使う予定だし、いや、まあこういうアクシデントもね、つきものです、旅には。はいやっぱりこうさ、自分の普段のこうコーヒーのスペースから離れてみると、コーヒーって一気に遠いものになるんだよね。例えばこのホテルとかもそうだし、あとはレストランの、まあ、要は
美味しいディナー食べに行ってさ、締めのコーヒーとか出てくるじゃないですか。そういうのってこうあんまり、まあ今んとこさ、ちゃんと美味しいコーヒーが出てくるとこってゼロとは言えないけど少ないじゃないですか。そういうとこ行くとはやっぱせっかくね美味しいご飯食べたり、いい旅をして、その締めにこう美味しいコーヒーがあったらいいのになって思う時あるんですよね。もったいないなって。たった一杯で一日の満足度が一気に変わる。本当に今日ね、実は品川駅で迷子になったり、まあいろいろアクシデントがあって、まあそれサブチャンで話すんだけど、この一日最後のコーヒーが美味しければ、まあ全てよし。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。今日はね、まあ東京出張1日目ということで、とりあえずホテルの一室で、動画撮りましたけれども、まあ明日以降はカフェに行ったり、まあどうかな、撮るかもしれないし撮らないかもしれないし、取材の様子もね、まあ、撮れたら撮りたいと思ってますけれども、一応これ分割動画になるかな。とりあえず1日目でございました。まあ明日本当はね、朝コーヒーも入れたいんですけれども、あんまり時間がないのでちょっと厳しいかと思います。はい、それではじゃあこれ飲みきるか。うまい。さっきまで本当に迷子になって焦ってたけど、コーヒー一杯飲んだらどうでもよくなってきちゃった。ごちそうさまでした。はい、というわけでじゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。